これの だから最初だけその値段にしてるかつけてるのさ、きっと何だねプレゼントだったんだろうね。だから客にはさ今すごい
なんか話もないの？僕は本当にちょっとこれ、まんまとやられてるじゃん。だって信州だったしね。いやだってお前が金なんだよ、シルバーで今何色でもいいよってことなんだよ。あれは結構うまいよ。わかんないけど、ブルベの子なのかもしれない。ナイチンがね、ちょっどうやすんだ本当にクリフィスを、ね、それは認めてもない。ずっと女の子にしたのが、お揃いにしたのが今来たっていうのをね、マジオだったべ。ミスコはないっす。キロロはいけば濡れティッシュでこう。結婚してんの自分。日本の大学と大学ぐらいの差はあるかもしれないですけど、休みかかんないです。それはそうだわけやん。普段冬に来たら多分泊まれないだろうなと思ったんで、わざと偽泊まれて。お前まず23ぐらい来てないですね。スキー場の真横に。でもあの子は26なんだもんね。23歳の子が26位になってるよ。夏は夏なりにやっぱイベントをスケジュール催して、バーって千葉くんどう思う？千葉くん会ったことない。それなりに頑張ってやってる。確か千葉くん、ここはアンナクリ野田くんじゃないし、千葉くんでしょ。伊勢子もいろいろ好き。野田くんって話あっちも言ってる。野田くん、野田さん紹介された時でも、まあ、チラシみたいな。千葉県の社長で、千葉くんも紹介された時に、おい、じゃあもう、うまいんだ、みたいな。お前軍に入れ墨入ってるから、って。どこにしようかな。すごい、日本一だもん、みたいな。それで起きて。
いやでもお前人をバカにしてないとやめた方がいいと思う。下も上もないんだって。お前のことみんな下と上しか見ることないし。お前の上を作る必要もないし。なんだけど、会場にさ、行けばいいんだもん。会社はここに持ってる。社選手も絡むね、なんか自分の生徒がどこだろうと働いてるっていうのに、やっぱすごい嬉しくなるんですよ。救急車呼んでた方がいいかもしれない。え、もうって言ってたね。もうぼちぼちですか。これから行くみたいな。社会人みたいな。長野で行ってたらよく飲むんですよ。ああ、そうです。先ほどの話その言った通り、家も本性を見つけたし、現場時間がわかんない。現場に出られれば一つのテンションが高い。最近あの、そういうマンションサンドリーさんもそうなってすぎたら、そうですよね。どうも行けたのか、社長内が楽しみがない。そうなんです。仕組みが本当に仕組みで、普通にどんなに仕事があったのか、うん、辛い。あれ、テニス頼んだよね。荒木さん、どうしてますか。荒木さん、メーカー行ったら台湾の方が難しい。ありがとうございます。奥さんが1年くらい奥さんが合流したはずなんで、そうだと思います。でも、ハイボールが一番コンビ力コンビ力が一番。いや、美味しいんだよね。いや、本当に美味しいだ。俺は全部上がって、キリンでしょ。キリンはしないのか。デザートがない。カタラーナさんが考えてきた。デザートどうぞ。やばい。やばいべ。言ってるわ。おにぎりかな。増水しなくて。増水やばい。増水じゃないと。試験を打ち合わせ行くとき、隣の部屋に電話をお疲れ様ですぐらいはありますけど。これを理由に旅行に出せるのも兼ねてるみたいな。言うんだったら、そのようにしろよ。じゃあ、勝った。ちょっと下の台ですか。 NO 台が。 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 NO 台
いいよ、中堅社員の話もうちはもう経営者なんだね。でも、ギターメンバー俺のファンだよ、一番俺だって。関係はないくらい。そろそろ明日はないから。ミスは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 いろんなものから通されますね。キャセックもそうだし、どうなんですか。で、どうなんですか。そうなんですか。